泉の淀川だ。淀川です。ああ、旧淀川か。うん。淀川水系になるんだ。木津川なのかね。ああ、木津川ね。はいはいはい。そうだ。そうだそうだ。さあ、これちょっと前向けてもらってもいいかな。前、まあ、外して前を向けてもらってもいいかな、はい、今、偉いとこ走ってるよっていうのもね、いいよ、とりあえず前向けではいいよ、もう、よし。なんだこの道、おい、本当にいいのか、これね。あー、もう、なんか東部キーこれは丸太を切ったんじゃなくて倒木したって感じだよね。なんか気づかんうちにこんな道入っちゃったね。そうだよ、急にだね。前触れもやった。いや、福音教書は出た、出たから。うわー、マジか。マジか、ねえ、おさった。初見でここトラックがごっつんで、タイミングで言ったら全然合うと思ったね。あー、ひどい道だよこれ。雪残ってるし、せんまっ。おい、舐めてたな。やべえじゃん、全然雪残ってるし。以外でこんだけ残ってるってすごいね。ねえ、いつの雪なんだろう、まず。サービスなんだろうね。だろうね。あ、凍ってるもん、湖。本当だ、凍ってる。割りたい、水だけたい。とんでもないとこ来たね、これ。うわ、結構ね、トラック来んの ね。うっそ、マジで。小さい、こんだこれ。言うてるうちにもう着きます。あ、もうミナード山リゾートだもんね、はい、早すぎるよ、9時前だよまだ。どこに行ったらよ、一応ね、このまっすぐこの右折だ、これ、この南海温泉、青山、あ、気流温泉。スイス村なんだ。物価がスイス村やったりしてた。スイスって高いの？今めちゃめちゃ高いよ。右側、左側か。駐車場。ちょっと駐車場着いた。これも意外と、あ、そっか、宿泊施設があるからか。着いたけど早すぎた。
メラード青山リゾートですね。はい。まあ降りた映像は後から撮るとして、はい、どうすんだこんな早い時間に来て何もやってねえでしょ。うん、ああよいしょ。ああ夢破れた。こうか。こうすれば固定できるのか。うん、なるほどな。まあ、こんな感じで着きましたけどね。まあ当然やってないから。ホテルみたいなんで一応ね、なんか人はいるたりはするみたいですけど、ホテルと石狩温泉が一緒になってるの。うん、これ、なるほどな。ああ、で、どうすんの。あと1時間、今日時間がありますけど、どうするんだい。ハイキングでしますか。ハイキングしたい。どっかないの、商業施設は。ないです。そうなったら何にもない。何もないですよ。どうすんの。名勝線行くにも一山越えんといな。伊予駅、伊予駅の方面、うん、一山、一山、まあ、試しに行ってみる。あっち行っちゃう。でもコンビニあるかな。あるかな。うん、とりあえず何回したらトイレさせて。コンビニとスーパーでもいいよ。はい、やっぱ利益が最寄りです。利益に逆に あったんだね、ちゃんとコンビニ。何キロ。何キロ。あ、 6.3 キロ。まあまずまず、まずまずだね、この山道の 6.3 キロ。うん、行きますか、とりあえずそっち。あっちまで。あ、見過ぎ続いてるか、近いな。え、今ここ。そう。三島由紀ここ。見過ぎ町ここ。どっちか。4.4 キロだから、こっちの方が速いっちゃ速い。え、うん、なんか、クリスの道大丈夫大丈夫道あったこんなところに。これだよ、これ。もう見てるだけで突っ込んでる。え、桜峠、桜峠大丈夫その道。ほら本当まだ家の方が家の方が良くねそれ。そうだね。まあ家の方が距離はあるけど、うん、まあ似たもんだけどね。同じように津村織だけどね。桜峠行く？行こうか。桜峠か。行くぞ桜峠。どっち？ええ。ああ、もうこれはまだ普通に戻ってったらいいのか。うん、